どうもめっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで、仙台松戸とね、東海大甲府ということでね、もうこれはね、まあもう比較的ね、楽しい試合、見応えのあるね試合かなと思います。まあ仙台松戸はね、このピッチャーのこれ平野くんでしたっけね、まあこれがもう150キロピッチャーですよね確か、めちゃくちゃねえぐいピッチャーで151ですよ、ほら150キロのこれ右でなかなかえぐいんですよね。ほんでこれ2枚目もおったんかな、なかなか良くて、まあでもね習志野に8対7とか、まあ滋賀県に15対7とかね、その全く打てないようなピッチャーではないと思うんですよね。ほんで、東海大甲府ですよね。東海大甲府はね、まあもうみんなね知ってると思う通り、守備のねイメージが強いんですけど、今回はねもう鬼のバッティングです。4番の子やったのキャプテンの子がね、もうフォローするでかすぎてね、逆方向にホームラン打ってましたよね。あれはもうちょっとエグすぎてね、笑けましたし、このピッチャー陣もほんまにね、なかなかね、こう点数で言ったらね、駒大甲府に、2安打でね、この長崎くんっていうね、ピッチャーが、この完投したのか。長崎くん、そうですね、この背番号11番の子がね、完投勝利ですね。だからこの決勝戦で2打点2失点に抑えたり、でもねこの絶対的エースっていうねエースがねなんかねそんなねいないんですよね。ほんでしかもこれ1年生エースの左ピッチャーですよね、だからねまあピッチャー陣で言ったら、ね、ちょっと弱いんですよね甲府。だからまあこのね打線はね確かにあるんですけど、でもまあ仙台松戸がね僕は勝つと思いますね。仙台松戸のやっぱ投手陣が、なかなかえぐいんで、この東海大甲府打線がいいとは言いつつ、まあそのね、まあ比較的打たれるピッチャーですけど、でもやっぱこう150キロをやっぱね初戦で、やっぱね打つっていうの初見でですね打つっていうのはねなかなか厳しいと思いますし、ほんでね東海大甲府はね点数をね意外とね取られるチームなんですよね。まあ守備のチームと言いつつ甲府工業にも10点取られてますし、青翔みたいなところにはね15対11で11点取られてますし、だからね守備はね全然ねそんなね強い、守備はねいいっていうねイメージがあるチームですけど、実際はね守備はねそんなに良くないんですよね。だからもうほんまにバッティングのチームで、だからねこう言えるのはだからこのピッチャーの差で負けるんじゃないんですかね、まあ比較的ね、まあそのバッティングがいいと言いつつ、東海大甲府のバッティングがいいのは間違いないんですけど、やっぱりほんまにね、まあ10点10点15点14点6点ってね、まあ破壊力の、ね、チームですけど、ほんまにいいピッチャーと当たることがねなかったからね、そんだけね点数取れたので、実際この151キロを打つでこの千葉県勝ち上がってきてるわけですから、そんなに簡単にはね、勝たせてくれないってまあ確かなんで、でもまあ習志野とかはね、まあ7点取ってますし、ほんで滋賀県も7点でね、結構なんかね打たれるなんで151キロも持って打たれんねんっていう、ね、感じはするんですけど、なんかねこう見たことないような東海大甲府山梨県にはね、その150キロとか、ホールピッチャーっていうのがね、全然いないんで、ほんまに山梨学院の林くんですらやっぱり、ね、140前半のねピッチャーやったんで、だからこの150キロピッチャーにどれだけ対処できるのかなって、だからね東海大甲府がね勝つパターンがあるとしたら終盤で追い上げるしかないですよね。序盤はねもう完璧なね仙台松戸のペースで、それをどれだけ抑えれるかっていうのがね鍵になると思います。打線はねでも習志野から8点、滋賀県の15点、これ強いというか筑大高陵みたいなところには2対1ですからね、2点しか取れてないですし、まあ6点14点7点10点ってね、まあ予選はね、その1回戦2回戦は弱いチームなんでね、それはそれぐらい取れますけど、まあだからね比較的明日はね、バッティングの甲府か、守備の仙台松戸かっていうねところだと思います。でも、ね、僕はねちょっと仙台松戸がね、勝ってるのかなと。東海大甲府も強いんですけど、東海大甲府がまあでも勝てるパターンとしては後半に、このピッチャーがバテてきたところを打つ。でもね、そんな簡単に僕はねバテないと思いますし、仙台松戸が僕はね明日は勝つのかなと思いました。じゃあ東海大甲府は、初戦負けてしまって、仙台松戸が勝ちます。はい、皆さんが思う、
まあ、意見ね、あったらぜひ、よろしくお願いしますということで、まあ、皆さん次のところで会いましょう。お疲れ。